さあ始まりました、ポストラ。どうも大竹春香でございます。本日はですね、6月の7日の月曜日、野球のない日なんですが、まあ明日から始まる楽天戦についてお話ししていきたいと思います。ちょっと振り返りなんですけど、オリックス戦はですね、まあ絶好調打撃陣相手に、なかなかうまく勝つことができなかったかな、そんな感じですね。投手がもともといいと言われていましたからね、打つこともなかなか難しい、そして点は取られていってしまう、厳しい戦いになったかなと思います。それでもね、まあ1勝2敗と3敗全敗はね、だいぶ違うね、借金3か借金1で済むか、まだまだ優勝圏内いますからね、今日から明日から始まるこの敵地のカード2カード連続で敵地ですからね、なんとかうまいこと戦ってほしいな、そんな気持ちでございます。でまず楽天の先発陣なんですが、今のところ明日岸投手が投げるということが分かっている。多分そして、則本投手、竹中投手、この3投手で来るんだと思うんですよね。なんでね、まず先発陣はこの3人についてお話ししていきたいと思います。まずは岸投手、こちらね、言わずと知れた、球界を代表するピッチャー、楽天に移籍して、それでもまだいいピッチングを続けているね、大変な投手だと思います。成績こちらピロンね、まあ見ていただければいいんですけれども、まあ最初なんでね、解説しながら言っていきたいと思います。防御率はですね、9回投げて大体何点取られてしまうか、この投手は 4.47 点取られてしまう。この 4.47 というのは、6回換算すると3点、ほぼ3点ね、つまり 9S6 回3失点と言われるね、クオリティスタートと言われる数字の瀬戸際であるね、なのでゲーム自体をこう作ることができない場合もあるというね、言い方ができると思います。そしてこのウィップなんですが、これ1イニング平均何人のランナーを出したか、まあ厳密に言うとヒットとフォアボールで何人出したかという話なんですが、こちらがですね 1.39、 これ平均がね 1.2 と言われていて、この投手ほぼ 1.4 ですよね、まあ 0.2 しか違わないじゃないかという話なんですが、これに9をかけると、まあ9イニング投げた時にどれぐらいランナーを出してしまうかというのが分かる。そしてこの 1.2 と 1.39、 まあほぼ 1.4 は、結構違う、ランナーでいうとね2人ぐらい違っちゃうんですね、なんでこの小さい数字だから、まあそんな気にしなくてもいいじゃないかと思いがちなんですが、おやおや意外にという、数字なんですね。まあ 1.4 だとちょっと高いと言わざるを得ない感じです。でこの KBB というのが三振割るフォアボール、こちら 4.10、 かなりコントロールがいいと言えると思います。 3.5 ぐらいあるとね、まあ、コントロールいいなと思うところで 4.10 ですからね、かなりいいなと思いますね。で、奪三振と四死球率で分けて見てみると、奪三振率 K9 というやつが 7.33、 まあ高め、かなりね高い方かなね、そういう感じに、対して BB9 四死球率が 1.79、 フォアボールがかなり少ないかな、そういう感じですよね。9回投げて2個出さないわけですからね、この KBB は、なかなか高い奪三振率とかなり低い四死球率によって構成されているという言い方ができるかと思います。そして、この岸投手ちょっと気になるのが、このやはりこの GOAO という数字で、これグラウンドアウトエアアウトと言いまして、ゴロアウトとフライアウトの比率ね、これが1より上回るとゴロの方が多い、ね、下回るとフライアウトのが多いという数字で、この投手は 0.63、 かなりフライアウトが多くなっているね、ストレートがねこうピュッとこう快速球を投げるような投手にこの傾向が見られるんですが、まあ、こういう投手には一つ正直弱点があるね。うちで言うと大野雄大投手なんかもそうなんですが、こういう投手、フライを多く打たせる投手というのはですね、このいわゆる一発病というのにね、陥りやすい、ね、でこの岸投手も、例に漏れずホームラン9、1試合投げるとホームラン何本打たれてしまうかの数字が 1.43、 これ正直かなり高いと言わざるを得ません、ね、平均が 0.8 ほどですからね、1試合投げると 1.43 本、2試合投げると3本のホームラン、ほぼ3本のホームラン打たれてしまうという計算になってしまう、ちょっと高いですよね。で、このロブパーセントというのが、いわゆる残塁率、ね、出したランナーをいかにホームまで返さなかったか、粘りのある投球ができたかどうかの数字なんですが、こちらがね 69.7%、
まあ、平均がね 70% そこそこと言われてる中で 69.7、 まあ平均、ほぼ平均かな、そういう感じですよね。じゃあこのピッチャー岸投手は簡単に打てるのかというと、ちょっと数字をね細かく見てみるとそういうわけではないかなという感じがしていて、実はこの防御率なんですが、まあ、ほぼソフトバンクと前回の巨人にやられて高くなってしまっている。他ではね、割といいピッチングをしている。特にロッテなんかはね2試合投げて防御率 0.60 ですからね、油断することなかれという感じでしょうか。ソフトバンクが 10.80、 巨人が 9.00 ですからね、ここの2つでこうちょっと上がってしまっているよというね、いうことが1点と、実はこのホームランラインが高い、じゃあドラゴンズホームランの構成ね、最近ビシエド選手なんかかなり打つんで、ホームランで打てる、勝てるんじゃないの、そんな感じがするんですが、この楽天の本拠地ですね、楽天生命パーク宮城というのは、パークファクターで見るとホームランがね異常に出にくいと言える球場なんですね。というのもね、この数字1が平均なんですけれども、楽天の本拠地の、ホームランのパークファクターが 0.49、 普通の球場に比べて半分しかホームランが出ないというね、ちょっと異常な数字なんですね。なかなかホームラン出ない、パークだということで、なかなかね難しいかと思います。ちなみに参考なんですけれども、バンテリンドームのホームランのパークファクターが今年は 0.62 ね、あんだけホームランが出ないと言われている、バンテリンよりもさらにホームランが出にくい楽天の本拠地。まあ厳密に言うとね、これセリーグパリーグで分けてこの平均値を出してるんで、一概にこう比べることはできないんですが、そのパリーグセリーグでね、まあそれでも参考程度にはなるかと思います。異常にホームランが出にくい球場であるっていう感じですね。でこちら岸投手、やはりこのね GOAO が低い、フライが多いピッチャーにありがちというかね、よく見られる傾向なんですが、ストレート主体のピッチングをする人に多い。で岸投手も例に漏れずストレートがね 55% 投げてくる、半分以上ストレートだというね、感じで、スライダー、チェンジアップ、カーブを投げてくるよという感じですかね。球をね、チェンジアップとカーブは特に同じ割合で投げてくるので、絞りづらくなってくるかな。まあ右には左にはという感じで投げ分けてくるんだと思いますけれども、一つ、ね、球種絞るとするんであれば、僕はね早めのカウントからストレートを狙っていいかなと思います。コントロールもいいんでね、やっぱこういい球が来たら最初から打っていく、ストレートから打っていくというのがね大事かなと思います。岸投手ですね、前回の巨人戦でちょっとあまりいい結果を残せず2軍に落ちていたんですが、今回また上がってきた、ね、復帰登板ということでかなり気合を入れてくると思うんで、注意必要かと思います。そして2人目、則本投手、こちらはですね楽天のエース格のピッチャーだと、ね、楽天いいピッチャー多いですよね。で成績がこちら、ピロン、まあね、解説した通りなんで見ていただければいいかなと思いますが、意外に、僕はねほとんどセリーグしか知らないんですけれども、この則本投手意外とこの防御率高いなってねびっくりしますよね。もっとねこう抑えてるのか、そんな感じがしていて、でウィップなんかがめちゃくちゃ低いんですよ、 1.04、 ほぼランナー出さないね。そしてやっぱ特筆すべきはこの K9 奪三振率ですよね、 10.05ね、これ要は1試合9回投げると10個、1イニングに1個以上三振を取っているね。で BB9 も低い、すごいですよね。でこれでなんで 3.02 なんだっていうね、ところ正直なところですね。ロブパワーもまあ平均以上ありますし、かなりいいピッチングをしている。まあ GOAO でフライが多いとはいえ、まあ 0.88、 まあ誤差の範囲かな、そんな感じですよね。まあ、一つ言うのであればホームランラインが 1.01、 平均よりちょっと高くなっている、ホームランが出やすくなっている、こういうピッチャーは先ほども言いましたけどストレートに自信があるピッチャーだね。 GOAO が低くてホームランラインが高いというのは、このいわゆる一発病を患っている、逆を言えばフォーシームにかなり自信のあるピッチャーだというね言い方ができます。じゃあこの方、防御率なんでドラゴンズね、いけるのかというと、これもまたなかなか難しくてですね、この投手ビジターよりホームの方をね断然得意としているね、こちら防御率ね見ていただければいいかなと思うんですけど、まあホームだとほぼ打たれていないというね、感じで、もう一つですねこの特筆すべきはですね、立ち上がりが非常にいいね。今までこの投手23点取られているんですが、初回に取られたのはたった2回ね、2点しか取られていない。
なかなか立ち上がりがいいですよね。チャンスが来るとすれば4回に、23点中、7失点しているね。まあ普通通りいけば2巡目からというところでしょうかね。ここでまあ一番多く点を取られちゃっているよという感じ。つまりまあ初回立ち上がりがいい投手ですから、ね、初回からもしねこのボールが散っていたりとか、まあこう連打されるようであれば則本選手的には調子が悪いと判断できるんで、そこが一つ、ゲームを占う見ものになるかと思います。で変化球の割合なんですが、やはりストレート 45% ほぼ半分ストレート、マックス156キロだぜというね、剛腕という感じですよね。でスライダー、フォーク、チェンジアップ、カーブ、こういう割合で投げてくるね。やっぱりスライダーが一番の武器なのかな、そんな感じですよね。そして3人目、滝中投手。こちらの投手ですね、楽天かなりいい先発陣が揃っていて、5人ほぼ決まってるよねっていう感じで、あと1枠どうするか、そこのね、1枠の争いをこう勝ち抜いて、なんとかなんとかローテを守っている、投げている投手。素晴らしい投手ですよね。もうそこから分かりますよね。で成績がこちら、ピロン。まあ見ていただければいいかなと思うんですが、この投手、ウィップで見ると 1.13、 そして、KBB はちょっと 2.75 低いんですが、まあ、K9 奪三振率が 8.41 非常に高い、ね。それなのに、なぜ 4.08 なんていう防御率になっているのかなっていうところで、まあ、ロブパーがまあまあ平均ぐらいですもんね。なんでだっていう感じですよね。 GOAO がやはり低い、フライボールを打たせるのが得意なピッチャーである。そしてそのせいで、そういうピッチャーはですね、先ほどから再三、申し上げてます通りホームラン打たれやすい。この投手も例に漏れず 1.27 の HR9 がある、ね。まあでもこう一発を打てないというのはね、なかなか楽天の球場で打てないというのは先ほどね、パークファクターで申し上げた通りなんで、これ通りの戦いはなかなか難しいかな、そんな感じですよね。でこの投手もホームのが得意であるね、厄介ですよね。でもう一つチャンスがあるとすれば、このピッチャーはですね、左バッターにかなり弱いね。これ見てください、ピロン、かなり左に打たれている。高橋周平選手なんかは最近なかなかちょっと調子が上がってこないと言われていますけれども、こういうね左を苦手にしているピッチャーからガツンと打ってほしいな、そんな、希望を持ちながら応援したいと思います。そしてもう一点気になるのが、この投手ですね、今まで18失点、7試合で18失点しているんですが、そのうちの10失点をなぜか2回に取られているんですね。でまあ、完璧な立ち上がりを見せるとすると、2回は4番から始まる、クリーンアップから始まる、ね、そこでこう崩れてるのかな、そんな感じですよね。ちなみに2回に点を取られた日は勝ちがない、ね、なぜかそういうジンクスもある投手である、ね、負けか引き分け、引き分けっていうか勝敗がつかなかった、ね、そういう試合になっている。そこをね1個見ものだと思いますね。そして変化球の割合がこちら、ピロン。いろいろな球種を持っているんですが、やはりストレートが軸だと、ね、いう感じですかね。まあでも、今まで見てきた投手よりはコントロールがあまり良くないので、初球からガンガンっていうのも どうなんすかね、まあ、僕も素人なんで何とも言えないんですけど、やはりコントロールのいいピッチャーはね初球からいけっていうのはね、まあ、セオリーなんですけど、こういうピッチャーはなかなかどうしたもんかという、ね、感じですよね。失投を見逃さずに打つという感じなんですかね。でもう一人見ていただきたいのがこちら、ピロン、皆さんご存知松井裕樹投手だね。これ成績見てください。もうこの投手今はね、もう当然この日本代表する守護神なんですけれども、もう出てきたら、まあ、打つのもうほぼ無理です、正直この成績は。なんでこの投手をいかに出さない戦い方をするか、という話になってくるんですね。この投手ですね、なぜかセーブがつかない場面でも出てきたりするんですね。まあ、同点で出すっていうのはね、今シーズン9回までというのは決まってるんで当然のことではあるんでしょうけど、まあ、4点差がついていっても出てくる時があるね。ちょっと不思議ですよね。なんでその結果ですね、この投手今シーズン60試合中30試合半分を投げてるんですね。まあ、登板肩というやつですよね。なんでワンチャンあるとすれば、疲れが溜まっていて、まあ、甘い球が来てそれを狙う、そういうぐらいになってくるんだと思います。成績通りで言うと打つのはもうほぼ無理だっていう感じ、まあ、疲れがどうなっているか。ただまあね、ちょっと休んでますからね、今日月曜日で休みですからね、そこで復活されると厄介だ。
ちなみにこの登板方の話でしましたけれども、この 60試合中30試合っていうのは又吉投手、ドラゴンズの又吉投手もそれだけ投げている。ちょっとね心配ですよね。そして気になる打撃陣なんですけれども、こちら、調子がいいのがこの選手たち、ね、ここ5試合で3割打ってるのがこの選手たちです。ビロン、まあ絶好調なんでしょうね茂木選手、鈴木選手、そして小深田選手なんていうのもね、まあ、セリーグファンの僕ですらよく聞く名前ね、恐ろしいですよね。で辰巳選手なんかは、ね、オープン戦ドラゴンズかなり打たれてるイメージがある、非常に嫌だっていう感じですよね。噂によるとですね、辰巳選手はですね、この長打を増やそうとしていて、今こう、ね、バッティングを改造中、ね、それがパチッとハマってくるとさらにオープン戦の頃より厄介なバッターになっているのは間違いない、そういう感じですよね。で対してドラゴンズ打線なんですが、ぶっちゃけて言うと調子がいいのがビシエドただ一人という感じ。残念ながら他の選手は今調子を落としていると言わざるを得ないですよね。まあオリックス戦なんか見ていてもね、なかなかヒット打つことできませんでしたからね、なかなか堂上選手なんかがね1試合1本は必ず今打っているんで、調子をねここで崩さずにさらに上げていってほしい、そんな感じですよね。で、もう一人柳投手ね、この投手が投げれば勝つ、そういうね、チーム作りはぜひしていただきたいと思います。今のところですね、この、MVP ですか、交流戦 MVP も夢じゃない位置にいるね、そういう感じ。ピッチャーが取るのってねなかなかないことなんでね、ぜひ狙ってほしいな、そんな感じがしますね。ただし、まあ、交流戦のこの MVP というのは、勝ち越したリーグから選ばれる、ね、なんで、まあ、ドラゴンズが活躍してもこのままセリーグが負け越してしまうと、まあ、その権利すらない、ね、なかなかセリーグの他の、チームにも頑張ってほしいかな、柳投手のために頑張ってほしいかな、そんな気持ちでおります。以上、いろいろ話してまいりましたが、このポジドラはですね、試合終わりにポジドラジオというラジオ形式 YouTube 番組を配信しております。このチャンネルでねやっています。勝っても負けてもポジティブなことを言い合って、こうコメントくださるリスナーの方と一緒に盛り上がろう、ポジティブに盛り上がろう、そんなね、コンセプトでやっているんで、よろしければぜひ聞きに来てください。試合直後開始ですね、で、今週はですね、カースイートできるかな、多分カースイートできると思うんで、そちらもぜひ遊びに来てください。チャンネル登録していただければ通知がいくと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、大竹遥でございました。ナイスゲーム。